Hazard 6. はい、こんにちは、ブルコスです。こつもね、バイオハザード6を遠慮が人生相談に乗っていこうと思います。武器が欲しい、武器が欲しい、武器が欲しい、武器が欲しい。だけど、どっかにコインがあと1枚必要っぽいので、ちょっと先に放浪して、捕まえてからですね、次進もうと思います。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。楽器を鳴らしつつね、どこに行ったらいいのか分からないので、まあ、探しながらね、ちょっと最初の質問に読んでいきたいと思います。半年に1回人事効果表に成績をつけられるのですが、職場で上司と役員の評価に差があって嫌な思いをしています。上司は普段から仕事を見てくれていて、それなりの評価をしてくれるのですが、役員からは評価は低く、そのせいでボーナス査定も下がっています。どうすれば上司と同じような評価を得られることができるでしょうか。もう用意をするしかないですよね。まあ当然ながら、その普段上司っていうのはあなたの職場、まあ働いている姿っていうのを見ながらね、仕事をされているわけなんで、まあ、例えばなんかお客さんとのね対話の仕方とか、まあ成績とかの部分とかね、どういう仕事をしているのかっていう、まあちょっとそのまあ感情的な部分でいいやつだなと思っていただいてる、もらえてるから、まあそういうね話をしてるんじゃないかなと思うんですけど、で、ですけど、まあ、そうじゃない、役員は、まあ、結局ね、成績でしか評価をしてないので、まあ、それに伴う、なんだろうな、その、まあ、いわゆる成績に直結しない部分の評価っていうところですね。まあ、これ、一般的には多分上位とか、感情の上に、意識の位で上位とかって言ったりすると思うんですけど、まあ、そこ結構、まあ、表裏一体っていうか、まあ、コインの裏表みたいなもんで、まあ、比例するもんなのかなっていうふうには思うんで、だから多分成績がね、まだまだその会社が求めるような成績で、まあノルマが達成できてませんとかそういうのだったとしたら、まあ自然と上位も下げられているっていう気がしますよね。だって見てないんだもの、普段から。まあその仕事をしている姿っていうのが。ね。その仕事をされている姿を見てないから、もうなんか当てずっぽうで、このくらいの成績だったらこういう仕事の仕方してると思うから、上位の部分も、ね、評価下げてやれ、みたいなね、風になってしまってると思うので、簡単に黙らせるんだったら、もう、シンプルに成績取りましょうっていう話ですよね。まあ、それがどういう成績なのかですけどね、営業なのか、その社内的なものなのかとかって、まあ、いろいろありますけど、まあ、それがどういう成績を取っていくのか、全員ゲッツ。っていうところなんで、まあそこはね、なかなかね、でもなんかそれムカつきますね。いや、わかりますよ。めちゃくちゃ気持ちわかる。僕もそうなんで、僕の会社でもそうなんでね、普段仕事見てないのに、なんか自分が関わる仕事をしたときに、そこのなんか資料の提出が遅れましたとか、なんかレスポンスが遅かった。それだけで、なんかその仕事のスピードが遅いみたいなのに、普段お客さんとのメールめちゃめちゃ早く返したりとか、電話来たらすぐに対応したりとか、ね、パートナーから問い合わせの連絡があって、その日中に返して、そのお礼の連絡がとかね、3日後とかに来るようなパートナーとかがいたりとかするんですけど、そういう奴らがいるにもかかわらず、こっちはね、素直に仕事パパパパパパパってやってあげているのに、まあね、そこがね、なかなか伝わらなかったりするんですよね。あなたと関わった時だけ、ね、ちょっと、まあ、言えないような、ね、ことがあるから仕方なくっていうとこがあるのに、それ以外の仕事はね、めちゃくちゃ早くしてたの。でもね、これはね、僕以外の一般の方も同じっていう話はしてたんで、まあ、結局はね、ボーナスを出し渋るためにわざとそういう厳しくしてるんじゃないかっていうのはありますからね。はい、だからもうそこは女子じゃない、役員の方をよいしょするしかないかなというふうには思いますね。多分普段一緒に仕事されてないと思いますんで、仕事してるときはなんかこうめっちゃテキパキやってるとか、電話めちゃめちゃかけまくってるっていうところ姿見せたりとか、まあそれから実際に仕事を一緒にするってなったときには、いやもう先ほどのお話すごい参考になりました、ためになりました、どうやって勉強されたんですかとかっていうので、とにかくよいしょ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 ってするようなね、言葉をかけてあげると、なんかお前いいやつやみたいなね、ちょっと勘違いさせてあげて、でね、まあボーナスもしておりますってね、ストレートに言ってみられるのがいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、
まあ、そもそも人の評価なんて、まあ、ボーナスがね、査定響くから厳しいってとこあるんですけど、それも適当っすよ。その時の気分によって決まるので、当たり前の話なんですから、だから、いかに成績をつける人の気分を良くして差し上げることが大切かっていうことをね、考えて、いただけたらなというふうに思います。はい。ちょっと大変なことになってますけど、次の質問にしれっと読んでいこうと思います。はい。今年30を迎えるものです。4月に辞令で、主任職に昇任することになり、数人ですが部下を持つことになりました。しかし自分は見た目からして威厳がありません。何か人に威厳を見せられるようにするためにできることはありますかっていうことですね。なんで威厳見せたいんですか。シェリー、This way! 自問自答。I'm on it! 威厳を見せる必要ないと思います。威厳ってなんかないのに無理やりつけるっていうのはなんか間違ってると思いますんで、そうじゃなくって、うわー、なんかすごい映画のワンシーンみたいな、どっちかっていうと、その必要に応じてその能力を発揮したらいいっていうところなんで、ないものを無理やりなんかね背伸びしてやったりしようとすると、逆に自分に合わないスタイルになっちゃうんで、人ついてこなくなるかもしれないですよ。そこはちょっとね危険だから、だからその例えばそのリーダーシップを、まあ、これまで取ってくるような機会があまりありませんでしたとかっていうことであれば、人それぞれのパーソナリティ特徴によっていろいろ決まる部分っていうのはあると思うんですよ。だから何て言ったらいいんだろうな、例えばその威厳を見せるためね、ガンガン引っ張っていくぜ、俺についてこいっていうタイプもあれば、どっちかっていうと部下にやらせることっていうのを、まあ、部下にやってほしいこととかっていうのをこう後押しするみたいなね、いうタイプもあったりとかすると思うんですよ。まあ、こういうことをやろうとしてるんだね、じゃあ何か自分がバックアップできることがあったら遠慮なく声かけてねみたいな、そういうこともできると思いますし、逆にこれを一緒にやろうと思ってるんだけど一緒にやってくれないかって並走するタイプ、まあ二人三脚タイプですねっていうのもあると思いますんで、自分がどのタイプとで一緒に部下に部下と一緒に仕事をするのがいいのかっていうのも、だからグイグイリーダーシップで引っ張っていくっていうタイプもあれば、寄り添ってあげるっていうのもあれば、後押しするっていうタイプもあれば、並走するっていうタイプもあると思うんで、自分がどのリーダーシップにふさわしいのかっていうのをきちんとね、自己分析をした上で主任としてどう部下と関わっていくのかっていうのを決めていくっていうのはすごい大事になってくるんじゃないかなと思いますけどね。いやーなんかね、キャプテンになったからとか、学生さんとかもね、キャプテンになったからって言って、僕がかつてそのまあ高校でバスケ見てた時なんかは、一人ね女の子でキャプテンになった途端に急にプレーがうまくいかなくなった子っていうのがいるんですよ。でそれなんでかって言って、やっぱキャプテンとしてちゃんとやらなきゃいけないとか、真面目にやんなきゃいけないとか、まあ、プレーでミスができないとか、やっぱ人の模範にならなきゃいけないっていう、まあ、プレッシャーを抱えてしまった子がいるんですよね。プレッシャーを抱えてしまったがゆえに、うまくプレーができなくなってしまいましたっていう子がいるんですよね。だから、まあ、ちょっと話を聞きながらですね、これまでプレーしてどういう心境が変わったのかとかっていうのをちゃんとね、洗い出しながら、その子の場合は、なんて言うんだろうな、人になんかいろいろアドバイスを送ってあげたりとか、背中を押してあげるっていうようなタイプじゃなかったんですよ。なかったから、もうプレーでガンガン引っ張って、このキャプテンのためについてきたと、このキャプテンのプレーをもっと引き立てるために周りが頑張ろうっていう風に、そういう鼓舞するためのリーダーシップっていう、キャプテンシーっていうのを発揮するようにしたらいいんじゃないのっていう話になって、で実際それをやったら、まあ元の通り、まあその子がね、キャプテン兼、まあ、エースみたいな子だったんですけど、まあエース級の活躍をするように、まあ、戻ってくれたっていうのがあったんで、まあ、そんなもんなんですよ。だから無理してキャプテンだから真面目にやんなきゃとかってね、全然、まあ、その子自身は真面目ですけど、そのキャプテンとしての真面目さっていうのを、まあ、強引にねやろうとしてしまって、まあ、うまくいかなくなっちゃった、うまくいかなくなるとかっていうことがあったんで、だからあなた自身が主任職になります、じゃあそれに伴って
まあ、多分その前任の主任の方とかがいらっしゃったかと思うんですけど、その人と同じやり方をする必要っていうのは全然ないですし、逆にそれをやろうとすると全然うまくいかなくなっちゃうっていうのがあるんで、あなたが普段まあ年下ですよね、特にね、の方とどういうふうに触れ合っているのかっていうことを考えて、それでまあ自分にとっても相手にとっても居心地のいいやり方っていうのを見つけていただいて、それで接点を持っていくっていうのがいいんじゃないかなと思うんですね、うん。ということで、もうね、多分このチャプター終わるんですよ。終わるんで、ちょっと次の質問を読み上げて回答するほどの時間はないので、多分もうあと 1,2 分でゴールたどり着いちゃってね。うん。Thanks for the opening. なりゃー Sherry, I found a bike. Just hold on. ジュシー。What? OK, ゆりちゃん。親父譲りだぜ。ハンドがめちゃめちゃ余ってんな。ここで使い切っていくしかないよね。暗いな結構。こういう時にさ、こうコープでしてたらさ、シェリーを操作している方のキャラもさ、こう生き延びてなきゃいけないみたいなのがすごい大変なんですけど、こういう時相方がね、NPC っていうのがすごい助かるよね。OK。じゃあさっさとバイク、あれ結構いろんな、どこに隠れてたのよ。バーきたー、変態糸巻き野郎、糸吐き野郎や。これさっさと始末しないといけないね。糸吐き野郎なんか狂ったように剣とかブン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 振り回してくるからな。うわ、一気に50発くらいハンドガン使っちゃったな。はい、じゃあご褒美だけもらっておいて、チキンチキンということで、バイクを奪って逃げたいと思います。ということでね、本日もね、最後までご視聴いただきましてね、どうもありがとうございました。これで、無事ね、中国の豪邸から逃げて次のパート進むこともできますんで、次回からね、チャプター4に移っていきますが、また最後までお楽しみいただけたら嬉しいです。ということでね、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。で、そこはね、最後チラチラとお見せして終わりたいと思います。ということで、お疲れ様でした。さよなら。